こんにちは、藤原です。今回はパ寿司5選です。皆さんお寿司好きですよね。けど高くてなかなか行かなかったりもしますか？回転寿司チェーン店はもちろん安いと思いますが、ある程度のクオリティで美味しいのにコスパがいいってお店は結構少ないかなと僕は思っております。今回はねそんなお店を紹介させていただきます。これ最後まで見たらどこもお得すぎて来週はお寿司食べていると思います。この動画の内容が良かったら少し予算上げたバージョンとか、今同様にですねこうコスパ寿司とかやろうと思っておりますので、コメント欄で感想を聞かせてくださいね。はい、まず1店舗目がですね銀座にある寿司小川というお店になっております。月曜日から金曜日が11時半から14時、ここはねシャリがなくなり次第終了になっております。で夜は11時半から22時になっております。定休日は日曜日祝日ですね。はい、夜は1万円を超えてくるお店なんですけども、お昼は1000円台でなんと食べることができるので、圧倒的に価格も安くなっております。外観はすごい店感があるような落ち着きのあるような雰囲気で、ビルの地下に入っているお店になっております。平日オープンして15分後ぐらいに行ったんですけども、すでに1巡目は始まっていて、外でちょっと待ってから入れました。でお店のご厚意で中の席が空けば座って待つこともできます。お店はねランチタイムが終わるまでずっと人が入りっぱなしで満席なので、やっぱりオープン時の1巡目に行くのがね一番おすすめかなとは思ってます。またランチはシャリがね先ほども言いましたけど終わってしまうので、早めに行くのがおすすめ。大きめなカウンターと座敷があるお店になっているので、老舗感を感じられる落ち着きのあるお店でありつつも、ランチの時間帯ということもあって、まあ、敷居の高さとかは感じにくい、割と入りやすい雰囲気になってね。値段は1人前から順に1200円、1400円、1500円とね、本当に1000円台でオーダーすることができるので、そちらがねすごく安心なのと、1人前と 1.2 万円、1.5 人前という形で選ぶことができるので、こちらおすすめになっております。はい、ではね2店舗目が、渋谷のねパルコに入っているお店になっているんですけども、地下1階にこういうスペースがあったこと皆様、知っておりましたか？パルコね結構ショッピング感がね強いイメージがあるのかなと思いますが、地下にはねこういう飲食店がたくさん入っておりますので、まあ、お寿司以外でも、おすすめできるのかなと、思っておりますので、こちらも、おすすめですね。とりあえずパルコに行けばある程度の、食べたいものが見つかるかなとも思っておりますので、まあ、お寿司とか抜きにねここは結構便利かなと思っておりますのでおすすめです。ここはあの雑多な感じからいい雰囲気って感じでは、ないんですけども、サクッと楽しむ分には問題ないですし、結構使いやすいというか、まあ、ラフに行きやすいお店ということで、紹介させていただきます。でフロアはね4名座れるソファー席と、カウンター席がありまして、ピンで頼むのもいいんですけども、平日限定のランチ握りが968円でありまして、なんと1000円を切ってしまうという安さのランチがあります。はい、で11時半から15時まではお椀もついてきたりとか、すごくお得な場所になっております。タッチパネルではシャリの普通とか、小さめとかも選ぶこともできまして、で温玉とろたく丼とか鉄火丼とかがですね100円になっておりますので、これも安くなっております。で今回はねこちらの温玉とろたく丼を頼んだんですけども、すごくコスパがいいので、かなり、ね、お得に楽しむことができる。実際、1000円台といっても、1500円超えると、ちょっとお昼にしては高すぎるかなって思うのも、僕はすごく気持ちもわかるので、1000円台前半のねラインとか1000円以下で食べたいっていう風にね思うことが多いかなと思いますので、その点ここはおすすめになっております。皆さんそもそもランチにかけれる値段ってどのぐらいが平均なんですかね？割と1000円ぐらいがボーダーラインかなと僕は思っているのですが、まあ、バリエーションとか場所によってとか、場面によって変わる部分はあるかなとは思いますが、皆様のね予算感知りたいなと思っておりますので、こちらもコメント欄に残してくれると嬉しく思っております。はい、では、次のお店ですね。ここは金華というお店になっておりまして、ここもね渋谷パルコの目の前にある立地になっていて、ここは海外からのお客さんがすごく多いお店になっております。それもそのはずで、ここはカナダ発の寿司バー居酒屋がコンセプトのお店になっております。で日本の寿司文化を感じない雰囲気は、ここむしろ面白くてすごい非日常を感じます。カナダのデザイナーさんがデザインした店内にもなっているので、お寿司屋さんっぽさが全くなくて、これが、ね、意外と面白くて本当いいんですよね。なのでそういう点でも新しい角度としてお勧めしたいなとも思っております。でおしゃれで温かみのあるインテリアを使用していたりとか、まあ、デートとかビジネス利用でも使えるかなと思っております。まあ、カウンターに来て一人でふらりと、つまみながらワインとか日本
本酒を一杯とかも、まあ、夕方にかけていいかなとも思っております。で今回はランチに行かせていただいて、すごいメニューが安いこともあり割り人がいますね。ランチで丼ぶりは990円からありまして、炙り寿司定食は890円から楽しむことができます。もう圧倒的コスパがいいので、その点だけでもおすすめですね。丼物に関しては、こういうサラダとかお豆腐とかもついてきて、1000円ちょっとで楽しむことができたりとか、1000円以下で楽しむことができるので、かなりお得だと思っておりますので、ここもちょっとお昼時ピーク時は混んでおりますが、ぜひチェックしてみてほしいなと思っているお店になっております。はい、ではですね、早速また次のお店を紹介させていただきます。こちらがですね、銀座小野寺登竜門というお店になっております。営業時間が16時から22時と、なっておりまして、定休日は不定休となっております。銀座にあるミシュランも獲得したことある超有名な、銀座小野寺の若手職人の修行の場としてオープンした場所になっております。歌舞伎座の、ね、近くにあって、銀座の空気感が感じられる場所にもあるのが、とても素敵だなと思っておりまして、総本店とも同じ通りに位置しているので、まあ、提供されるネタも、一級品ばかりなんですが、若手職人の方が握られているということで、まあ、総本店よりも、ずっとリーズナブルにカジュアルに銀座のお寿司を楽しむことができます。ここはね、最初に言っておくと、一皿100円みたいな、そういう破格的な価格でコスパがいいという意味ではなくて、高級店のような上質なネタを銀座の地でリーズナブルに味わえるという意味で最高のコスパがいいっていう思っております。外観からも結構綺麗めで高級感あふれる雰囲気があるんですが、実際に入ってみると立ちスタイルでカジュアルな空間になっていることもあって、まあ、敷居の高さを感じずに入っていけるのがすごい嬉しいポイントかなと思っております。席は立ちのスタイルでだいたい20席分ぐらいね、ある配置になっておりまして、まあ、平日オープンして30分後ぐらいに行ったんですけど、結構すでに人が入っていて、途中は満席になるタイミングもあるぐらいです。で日によって並ぶこともありますね。で客層的には30代から40代ぐらいの大人の方が多くて、で一方で20代ぐらいの方も一人で来ていたりとか、女性も男性もグループでも一人でも来る人も全然いるっていうような感じになっております。ここもね、海外からの観光客の方もいましたね。銀座でお寿司を、食べるっていうことは、なかなか緊張しちゃってできないようなお店が多いかなと思うんですけども、ここは全然そんなことなくて、一人一人が楽しめる、ような、雰囲気も感じるので、全然一人でも行きやすいかなと思っております。店内は明るい色の木がね、たくさん使われていて、まあ、オープンして約1年ということもあり、清潔感があって綺麗な店内にはなっております。またですね、このスタイルは QR コードで、オーダーを行うスタイルになっておりまして、これも一人とかあんまりお寿司に詳しくない方には、優しいスタイルかなと思っておりまして、値段も明確に書いておりますし、ネタのことも詳しくなくても、QR コードで読み取って、ウェブ上で見ることができれば、簡単に頼むこともできるのが、嬉しいなと思っております。はい、1貫300円ぐらいからですね、本格的なお寿司を楽しめて、それぞれの金額もね、しっかり記載されているので、まあ自分で計算しながら旅に行けば、よく値段もそんなかからず楽しむことができると思います。はい、ここがですね、江戸前寿司の青山さなかというお店になっております。表参道ね、コスパのいい寿司屋ランチといえば、ここかなと思っておりまして、まあ、表参道や原宿やってカフェがすごく多いんですけど、ランチって結構悩むんですよね。で今回はここをお勧めさせていただきたく思っております。平日でもランチのピークは並ぶので、まあ、休日は並ぶのをね、覚悟していった方がいいかなと思います。雑居ビルの3階にありまして、看板がないお店になっておりますので、キャットストリートの脇にある八百屋さんが目印になっております。非常階段のような階段を登っていくので、お店の場所はすごい分かりづらいかなと思います。でカウンター8席の、他に奥に個室があるような形になっておりまして、でここは一つの特徴として、シャリが大きめになっております。ただですね、オーダーの時にシャリ小さくするかどうかをね、聞かれるので、女性の方とか、小食の方はですね、シャリ小さめにした方がいいかなと思っているのと、シャリ小さめで普通のお寿司屋さんの大きさぐらいかなと思っております。でここ大将が一人でお寿司を握っているので、まあ、時間結構かかるのかなっていうような雰囲気も あるんですが、全然そんなことなくて結構スピーディーな対応になっております。出来上がったものから2貫ずつ提供される形になっておりますので、こういう感じでね、今映ってるような感じで、ちょいちょいとこうどんどん出てくるようなスタイルになっております。これ結構
構嬉しいなと思いますね。別に10個整った状態で出なくても、ちょっとずつね食べることで全然できると思うので、これは結構いいスタイルだなと思っております。で、握り 1.5 人前が1800円で、1人前は、1450円になっております。海鮮チラシ、1700円もありまして、これもおすすめになっておりますので、皆さんぜひ食べてみてほしいなと思っております。今回のお寿司屋さん、結構いろんな角度で紹介させていただいたと思うので、皆さんね、それぞれ、自分に合うスタイルの、お寿司屋さん行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通して、お客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在、会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方は、ユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。また、この YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたい、あなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は、皆さんがどこに行こうと、観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4. オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は、東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作り、お手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただ、ここまで見ていただいている方には、次回募集時、一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。